はい、こんにちは、 VUJ です。今日はですね、スーパーカブ110 J5 機のねオイル交換とオイルフィルターをね交換していきたいと思います。走行距離が4640ですね。まずエンジンかけてオイル温めましょう。ここでね3分ぐらいオイルで温めます。そろそろいいでしょう。3分ぐらいでいいでしょう。よし、じゃあドレンボルトを外しましょうか。ドレンボルトはこれですね。ドレンボルトこれ開けます。さてオイルフィルターも交換しますか。パッキンは交換します。で今回ねこのキタコのね、オイル交換セット買いました。ここにみんなね付属しているんで、ね、便利ですね。こんな感じでねパッキンもねドレンボルトのねワッシャーも付属してます。とりあえずパッキンをつけておきます。でフィルター外してみましょう。結構ねなんかいっぱいくっついてますね。映ってるかわかんないですけど、このね、キタコのやつに交換します。この黒いやつがついてるのがね、奥ですね。向き間違えるとえらいことになります。ちょっとパッキンにねオイルを塗っておきます。でバネを忘れずに。
ここね締める力は10ニュートンですけどね、テルクレンチで手の力なんとなく締めました。じゃあドレンボルトにね付属している新しいワッシャーをね入れて締めます。じゃあね、締めるな、ここ締めるのはトルクレンチをね使います。24ニュートンです。OK。 まあまあ汚いですよ、やっぱね。ちょっと量が多いから鉄粉とかあるのか分かんないけど、さてオイル入れときますか。はい、入れるオイルはねもう純正のホンダウルトラ G1 オイルです。これね、オイルフィルターを交換した場合は 0.85 リットルなんですけど、とりあえずね 0.8 リットルぐらい入れて様子を見ます。とりあえずこんぐらいかな。このパッキーも付属してるんで買おうかな。使いましょう。あばばばば、勢いよく入れるとこぼれる。オイル交換は去年の4月にね、点検の時にバイクで交換してもらったんで1年ぶりですね。こぼれたからちょっと足すか。さあこれでちょっと回してね、オイル量を測りましょう。さてどうかな。あ、ちょうどいいですね。ちょうどよかったです。この辺ですね。上限よりちょっと下ぐらいです。OK。あとしばらく走ってね、オイル漏れとかなきゃ大丈夫ですね。はい、という感じでね、スーパーカブ110のね、オイル交換とオイルフィルター交換、しました。オイルフィルターはね、初めて、交換しました。4600キロぐらいでね、交換して、走行距離は2500キロぐらい走って交換かな、今回は。一応ね、カブのオイル交換はね、3000キロごとってなってるんで、まあ3000キロいかずにね、2500キロぐらいでね、交換していこうかなと思います。ということで今回はね、スーパーカブ110J59 の、オイル交換とオイルフィルター交換をしてみました。はい、まあ花粉がね、少なくなったらまたあちこち走りに行きます。ありがとうございました。